役所改革なんていうのをね、その区長さんとかそういう人たちを抜きに、ね、どっかの官房系がいろいろ議論したって、こんなのは実態に即した改革にはなりません。ですからまず局長よりも上のポジションに、区長を置く、まあ、これはある意味副市長と同格です。権限と財源については、まあ、これは制度設計はこれからですけども、基本的には副市長同格、まあ、ある意味、市長に準ずるような形のポジションで、区政運営については基本的には権限と財源をお任せすると、そういうポジションの人が22人集まって、じゃ あ区政運営をやるためにはどのように市役所改革をしなければいけないのかということを、この区長さんに議論してもらうというふうに考えています。まあ、あとは任期4年中の中で、実績が上がらなければ罷免もあるという、この公務員に、その成績未達成の場合に罷免だということは今までの公務員の世界では考えられないことだったでしょうから、まあ、そういうところで絶対的な身分保障というところに、まあ、挑戦をしたいというふうに思っています。まあ、お給料も局長よりも上ですし、それから公募、論文考査問題は僕が考えました。応募する区の課題をまず挙げてもらって、それについての対処方法を考えてもらう。それから区長マニフェストを作ってもらいます。住民サービス編と改革編に分けて区長マニフェストを作ってもらって、特に財源の裏付けについてしっかりと今の市の予算書とかそういうものを見てもらってですね、区長マニフェストを作ってもらうというような形で、文字数無制限、これで全国から公募をしたいと思っています。まあ、大都市大阪市内の行政区といえばですね、これは全国の市町村の中でも、これ、まあ、四国とか中国地方を言うとそちらの方に怒られるかも分かりませんが、でも四国地方や中国地方からすればですね、大阪市の北区とか中央区なんて言ったらもう中核市ですよ、もう大都市です。まあ、そういうところの区長に就くということは、大都市の区部長に就くも同じような仕事ができるわけですから、まあ、全国の志あるそういう若い人でも結構ですから、年齢制限もかけていませんので、俺だったらこうするという、まあ、その気持ちがある人にですね、まあ、どんどん応募していただきたいなというふうに思ってます。大企業の役員クラスにいきなりなるチャンスをですね、これはチャンスを全国民の皆さんに僕は開放したつもりですから、ガッツある若い人、別に高齢者の方でも構いませんけど、とにかくやるんだという気持ちのある人にどんどん応募してもらいたいなというふうに思っています。まあ、あとは町内の職員からも応募を受け付けていますから、結構です。当初は局長級ないしは部長5年経験者というふうになってましたが、もう課長以上で応募を受け付けますから、もうやるんだと、俺が局長を動かして俺が局を動かして不正運営やるんだというようなガッツのある若手が応募してくれても僕は大歓迎です。期待しています。まあ、だから区長候補はね、あとは本当にガッツある人に来てもらいたいということと、要は統治機構の組み替えのまず第一弾ですね。僕は大阪市長、まあ、市長選挙やってですね、それからこの2週間市の幹部といろいろ議論しましたが、とてもじゃないですが区政運営に、僕はもうそこに 100% の力を全部注げるなんてことは絶対無理です。市長の日程とか来たんですけどもね、区の行事とかもう山ほどあるんですけど、これはもうほとんど出れません。おそらく大阪のそういう課題、大阪府と大阪市に横たわっている課題とか、国と折衝しなければいけないこととか、そういうことをねやっていくと、各区の行事に出るなんていうのはほとんどできないと思います。だからこういうことを担当してもらうために、この局長よりも権限と予算編成権を持ったその区長に来てもらいたいと思ってますのでね、大きくこの辺り大阪市役所市長の仕事が変わると思いますね。もう市民の皆さんにはこれは先に言っておきますけども、なんだ今回橋本その行事になかなか来てくれないじゃないかと、全然顔出さないじゃないかと、次の選挙票入れないぞというふうに言われるかも分かりませんが、もうそれはもう結構です。もういけません。行事に挨拶ばっかり行くっていうのがもうそれは僕の仕事じゃないと思ってますから、それは各この区長にまたしかるべき、まあ、そういうポジションのものに、まあ、言っていただいて、まあ、僕は大阪の統治機構を変えるということに、まあ、4年間全力を尽くしていきたいというふうに思っています。もちろん行事に全部行かないというわけではないですけども、その細やかなきめ細かな行政サービスをやるために、もう本当に本来であれば
小さなミニ集会とか、小さな地域行事にどんどん顔を出して、地域の皆さんの住民ニーズを把握しなければいけないんですが、これはもう260万人ということで大都市大阪ではできませんから、その分あの区長さんに、そういう住民ニーズの把握というところを区長さんにやっていただきたいというふうに思ってますね。大阪日経新聞の木下と申します。よろしくお願いします。はい、3点お伺いします。1つはですね、先ほどちょっと質問関連しますが、その4年間の間にあの国政に出られたとはありえないという話ですけれども、その統治機構を作るということで、それだけでもすごく大変なことだと思うんですが、その4年間のですね、まあ、あの大阪都構想を実現したとしてですね、その統治機構をちゃんと回っていくかどうかということも非常に大事だと思うんですが、その4年後ですね、4年間経った後には市長がやられないという発言がありましたが、その統治機構を見ていかれようというお考えがないのかどうかというのを言ってるとですね、それとですね、あのまあ、先ほど、まあ、出ました生活保護、あと虐待、そういったあの非常にあの深刻な問題がですね、大阪あるんですけれども、区長の方にですね、区長の方々にどんどん移管していくという話でしたけれども、その国に交渉していくという部分とは別にですね、大阪市として今まで、まあ、あの市長を中心にプロジェクトチームを作って取り組んでこられておったんですけれども、その路線はですね、どのように変化されるのか、それが2点目とですね、あとあの中小企業の施策、これをどのように考えられるか、今一度お願いします。統治機構を見守るつもりはないのかということなんですが、あのこれは一府民として、それは見守っていきます。もう4年経てば僕も46ですからね、もう次の世代というか次のリーダーに当然引き継いでいくべきだと思いますよ。やっぱり日本のその政治のリーダーというのがダメですよ。もう若い人でどん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 引っ張っていくような構造にならないとね、ですからもうある程度の道筋がついたら、もう次はそこまでの責任はもう全部負わされてもね、今回知事時代に退職金も半減して給料もカットやりましたけど、そういう状態で今回WTC の問題で96億円の監査請求やられてね、であれ多分今度監査棄却になったから住民訴訟でやられるわけですよ。そんなリスクを負ってね、これをずっと10年も20年もやれるわけないですよ。だから大体国会議員とか内閣とか内閣総理大臣というのはそういう直接住民から訴えられるそういう制度がないから、だからあんな好き勝手やってるわけでね、地方自治体の長男というのはこれは本当すごいリスクですよ。だからそんなリスクあるところをやれやれと言われたって、それはもうみんな皆さんで住民自治って言うんだったら、それは住民の皆さんからみんな負担してもらわなきゃ、責任を負ってもらわなきゃいけないので、それこそメディアの皆さんも普段大阪市政とか僕に対して、批判ばっかりしてるんですから、やってくださいよ、それ次のね、ポジションで、そういうのを思っています。それから生活保護とか虐待については、これはもう大阪市役所がこれから力を入れていかなきゃいけない、その課題ですけども、やり方を僕は変えます。市長直轄市長プロジェクトチームっていう形ではなくてね、これは区長が責任を持ってやっていくっていう仕組みに変えていきます。市長はそこまで見れません。各区の実情なんていうことは僕はこのポジションに立って本当分かりません。東淀川区、淀川区、それから北区に、居住した経験がありますけれども、その他の区についてね、路地裏のことだったり、どこにどういう人が住んでたりとか、それこそ美味しいラーメン屋がどこにあるかなんてことを、この淀川区、東淀川区、北区以外の区で把握してるかといったら把握できていません。だからそういうことを把握してもらう区長に、責任と権限を負ってもらってですね、この虐待問題、生活保護問題に、まあ、対応してもらう、まあ、僕はやっぱり市長としてトータルマネジメントと国に対する、まあ、折衝とかそういうところに力を置いていってですね、日々の、そういう行政実務については区長を中心にやっていきたいと。で、区長が困ったこととか、区長が調整つかないこと、それからどうしてもこの部分については国に制度改正を迫らなきゃいけないところというところを僕が担当していくというようなやり方に変えていきたいと思いますね。生活保護行政についても、児童虐待のこの対応の行政についても、住民のその状況、まあ、住民の生活状況というものを細かに把握した上で対策を練らなきゃいけないわけですから、まあ、淀屋橋、中之島、ここの本局が
ここに鎮座して物事を考えるというそういうスタイルではなくて、区役所中心にこの生活保護行政や虐待対応なんてものは考えていきたいというふうに思っています。中小企業支援策についてはこれは産業政策企業政策については松井知事の下で市統合本部でこれは策を一本化してですねしっかり当たっていきたいというふうに思っています。まあ、ただ産業構造の転換とかいろんなことを言われています。高度成長時代と今のこの時代というものはもう大きくパラダイム転換になりましたのでね、要は時代が変わったのに今までと同じことをやってるというのが、まあ、日本の政治や行政の体たらくな姿ですから、もう時代は変わったんだと。それから今回の選挙結果でもね、有権者は ある意味今までやってきたことは評価はしてるけれども今までやってきたことは評価はしてるけれども不連続を求めたんだと。やっぱり行政の継続性安定性という言葉が必ず行政サイドから出ますけれども、しかし不連続をある意味不安定というものも覚悟した上で、ね、不連続への挑戦ということも有権者は期待してるんだということをしっかりと大阪市役所の職員府庁の職員、まあ、胸に刻み込んでですね、まあ、不連続への挑戦ということをやっていきたいと思ってます。だから中小企業支援についても松井知事としっかりと話をして、まあ、最終的な決定権者は松井知事ですけども、今までやってきた行政の、まあ、不連続への挑戦ということをやっていきたいというふうに思っています。読売テレビの野村ですけれども、何点かありますけれども、はい、まず、今日東京に行かれますが、東京でのその日程に関しては、橋本さんサイドからは、相手に対してフルオープンを要求したというふうに聞いていますけれども、その意図をするところが何なのかということをお聞きしたいということが1点目。2点目が、選挙後の会見で年内にも候補者擁立の準備するというふうに政政党側の動き次第ではおっしゃっていた、その心というのはそのおっしゃった当時と変わっていないのかどうかというのが2点目で、3点目が、統治機構の話を、まあ、今日国で、国の方でいろんな政治家の皆さんと会ってされると思うんですけども、具体的にはみんなの党さんが、年明けに出される法案という部分については結構お話をされるつもりがあるのかどうかということが3つ目で、4点目がですね、ここのところその次の選挙は道州制ということもおっしゃっていて、まあずっとダブル選挙大阪とできたというそのスピード感から言うとまた非常にその橋本さんのスピード感早いなという印象を受けているんですが、ただ橋本さんの描く関西州っていう部分に関してはやはりまだ我々説明が聞けてない部分が多くて、例えば大阪っていう名前はなくなるのが大阪の都市、例えばオリンピックにじゃあ大阪として立候補するようなものっていうのはあるのかないのか、そういう部分も含めてちょっと説明がまだ十分でないかなという部分があるので、ちょっとイメージする関西州っていうのをお聞かせいただきます。まず今日の午後から東京に行きます日程については、まあ、フルオープンというのは別にクローズにする理由がないから、まあ、フルオープンということで、まあ、原則僕はフルオープンということを言ってますから、まあ、今日の戦略会議はもうメディアの皆さんにお伝えした通り訴訟戦略に関わることですので、ある一定の時期が来たら議事録は全部オープンにしますけれども、今日はクローズにしました。まあ、また市役所全体にも伝えますけども別に隠す特段の理由がなければ、でその隠す理由というのも行政サイドの理屈じゃなくて、市民の皆さん府民の皆さんに迷惑かけるとか、まあ、生命身体財産に関わることとか、まあ、訴訟戦略はこれやっぱり相手方に手の内を明かしてしまうと結局こっちが負けてしまって、市民府民の皆さんに迷惑かけるということもあるので、まあ、本当に限定した場合にしかクローズにはしないというふうに思ってますから、まあ、それに当たらなければ、まあ、フルオープンだというふうに考えてますので、フルオープンにする理由というのは別に考えていません。クローズにする理由の方を考えているだけで、クローズにする理由がなければ全部オープンだというふうに考えているのは知事時代と同じです。国会議員の大阪維新の会としての年内擁立の話ですけれども、方針としては維新の会何も変わっておりません。全体会議以降維新の会で全体会議を開いておりませんので方針自体は変わりませんが、ただ国政の方がですね、まあ、いろいろと対応を今してくださっているので、
やはりその協議はしっかりと真摯に対応させていただかないと、これはもう失礼な話ですから、まあ、そういう意味で今日から東京に行ってきます。年内擁立という方針は維新の会としては変わっておりませんけれども、ただ国政の方がですね、いろいろと対応してくださっているので、しっかりとまずは協議をさせていただくという、そういう段階です。みんなの党の法案については僕はもう大賛成です。これがですね